ワンショットの精度を競う第1回ワンショットゴルフ選手権 TVN カップが7日、飛鳥カンツリークラブで行われました。開局50周年を迎えた奈良テレビ放送が開催するこの大会には、プロを含む女子招待選手と協賛企業の招待者ら合わせて74人が参加しました。大会はプロアマ形式で、18ホール中の6ホールは個人戦として一打の精度を競います。アマチュア選手にとっては招待選手の正確なショットを間近で見ることのできる貴重な機会となり、アドバイスを受けながら和やかな雰囲気の中プレーを楽しんでいました。大会の結果、ワンショットの部では青木楓選手が第1回の優勝者となり、 TVN カップやスポンサー賞などが贈られました。まさか優勝できると思ってなかったのでびっくりしてますけど、とても嬉しいです。普段と違ったの、ね、プレーの形式でしたけど、とても皆さんに協力もしていただいて、とても楽しくラウンドできました。はい。この大会の模様は元日の午後4時15分からご覧のチャンネルで放送します。